皆さん、こんにちは。お久しぶりですね。今日7月15日、実は私のお誕生日です。今日私はもう24歳になりました。いやー、私におめでとう。親しい友達からプレゼントをもらいました。それで皆さんにも見せたいです。一つ目のは、私はよく温かいスープを飲んでいるので、今日友達からもらったスープマッカポ本当に助けます。とっても嬉しいです。2つ目のは、私は毎朝時間があまりないので、学校に行く前はよくサンドイッチを作っています。でもトースターがないので、よく電子レンジでパンを温めました。でも今日からこれでサンドメーカーです。すごく、もう作ってみたいです。とっても嬉しい。あともう一つはタオルだけど、ひまわりに似ている花が描いています。友達に、皆さんにも感謝しています。私は日本に来たばかりの頃からもう1年か半になりましたね。すごく嬉しいこととか問題もたくさんあって、でも日本のこと大好きです。夏は少しだけ暑すぎるので、ちょっと慣れるまで時間がもっとかかるかもしれません。でも皆さんの顔を見て、本当にたくさんの人に会って、日本の中ではいろんなところにいた時は本当にすごいことですね。実はもう毎日本当に素晴らしい人に会って、日本の中でたくさんのところへ行くと、道具を作ると本当に心が温めます。それで友達にも皆さんにも日本にも全てに感謝しています。この日は名古屋に新しくできたハワイのレストランに行ってきました。このお店は都会エリアに初めてできるお店みたいです。ハワイの雰囲気を楽しめて、すごくいいレストランでした。雰囲気もすごく素敵でしたが、特にサービスが良かったです。ハンバーグとエビフライがとっても美味しかったです。この日は実はすごく遠いところに行ってきた後にお店に行きました。また今度その場所の動画も投稿したいです。
ケーキはすごく美しかったですし、ピスタチオとクリームがとっても美味しかったです。今まで多くの人たちに助けてもらって日本で生活することができました。これから日本とウクライナの両方の魅力を伝えることができるような仕事もできたらいいなと思います。皆さん改めて動画を見てくれたりウクライナのことを気にしてくれてありがとうございます。これからも気にかけてくれたら嬉しいです。他にも食べたいメニューやデザートがたくさんあったので、また来てみたいです。